はい、酒好きの俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ワインです。セブンイレブンで買いました。700円でした。フロンテラ、シャドルネ。だったな。フロンテラ、シャドルネ。チリナンバーワン、ワイナリー、コンチャイトロ、の120年に及ぶ伝統が生み出した高品質のワイン。爽やかな酸味とトロピカルフルーツのようなアロマに満ちたエレガントな辛口の白ワインです。白ワインですね。辛口。で、酸味が4番目のやや辛口。味の濃さが3番目の程よい。と書いてあります。早速飲んでいきましょうか。もうだいぶ飲んでるんですけどね。もうだいぶ飲んではいるんですが。もう半分ぐらいになった。もう半分以下です。で、今日のつまみは、はい。ファミマの、なんだっけ、これ。辛口、ん？スパイシーチキンか。スパイシーチキンです。そんじゃ乾杯。あのね、これね、酸っぱいです。このフロンテラシャドルね。正直、酸っぱすぎる。個人的に酸味が強すぎる。かなこ。で、なんだろう。まあ、甘くないですね。甘くないのはまあいいとしても、ちょっと酸っぱすぎるな。正直。まあ、700円。以前買ったのが300円ぐらいですよね。のことを考えると、まあ、ワイン、酒だけじゃなくて、まあ、いや、ワインだけじゃなくて、お酒全般に言えることですけど、高ければうまいってもんじゃないと、いうことです。ぶっちゃけ、うまくない。このファミマの、これはですね、あまり、しょっぱくないね。個人的にしょっぱいのが好きなんだけど。んで、前回、言ってました。コーヒーの、コンビニのコーヒー、入れたてコーヒーの評論ですけど、今日、ファミマと、違う、間違えた。ローソンと、どこだっけ？あれ？ローソンとサークル系か。のを飲んできました。はい。ローソンが、通常180円のところを、ポンタカード持ってるんで、それ使うと、出すと、30円引き。で、150円ですね。まず、ローソンのですけど、
ローソンのはホットで飲んだんですよ。で、普通にまずいです。うん。一言で言うと、まずい。うん。あのね、香りもないし、コクもないし、うん。何にも、若干苦いぐらいの。もう特に何の変哲もない、ただのコーヒー。これをわざわざ150円で買うやつはいるのか？まずい。うん。100円ですらない。これが100円だったらまあわからんでもないけど。なんでお前セブンイレブンよか高くて50円、いや80円も高くてだよ。なんでこんな味の飲まなきゃいけないんだって感想です。んで、次に、サークル系。これ100円でした。うん。アイスコーヒーを飲みました。評価としては、結構苦い。てか苦め。コクはないけど苦い。シャープな。苦味ですね。まあ、うん。全然ね、あれよかはうまいですよ。ローソンよかは美味しいです。100円なのにね。ただ、コクがないのと、香りがあんまりしないの。やっぱりセブンイレブンには勝てないな。うん。だから今のところ、まだあと飲んでないの、ファミマが飲んでないんだよな。てかファミマね、2軒しかないんですよ、俺の近く。うちの近くっていうか、行ける範囲内で。2軒しかないんですけど、その2軒ともですね、ファミマの、入れたてコーヒーの売ってる店じゃなかったんで、なかったんです。なんで、どうしようもない。です。ので、まあ、今んとこやっぱりセブンイレブンが一番うまいですね。セブンイレブンはアイスでも、ホットでも、ね、香りが強くて、割と苦味もあるし、うまいです。うん。セブンイレブンが1位。で、サークル系が2位で、3位が、ローソン。ですね。うん。うん、正直、サークル系は、まあ、100円なのはいいとしても。さすがにローソンの180円であの値段、いや、うまさはないわ。まずさというか、まずさはないわな。さすがに。ファミマがね、ないんだよな。ファミマの。ファミマのさ、コーヒーがさ、ファミマのコーヒーがないの？ファミマのコーヒーが売ってないんですよ。値段が、ブレンドコーヒー150円。カフェラテ150円。アイスコーヒーが180円。アイスカフェラテが180円と。これも150円とか、180円か。あ、L サイズとかないらしいですね。ないみたいですね。一部店舗のみお取り扱いしております。順次拡大し、全国の店舗で展開となる予定ですって書いてありますね。具体的にこれどこで売ってるのかっていうのは一切書いてないっぽいのかな？入れたてのやつはね。まあ、うまくないとね、やっぱセブンイレブンがほら、100円であのうまさだから、1億杯突破したわけで、
セブンイレブンだったら最初一部の店舗しか取り扱ってなかったですからね。そういうことを考えると、まあうまくなければプラスさらにセブンイレブンっていう先駆けの人がいるわけで、ね、セブンイレブンよりか150円なわけで50円プラスなわけですよ。ということは、やっぱり後から始めたというかね、まだ全国展開してないわけですから。セブンイレブンはもうほぼ全国展開ですからね。全国展開しているわけですから。そういうことを考えると、これは無理なんじゃない？俺のね、感覚として安い方がうまいっていう結論に達してるね、今のところ。ローソンが150円の、180円のくせにまずかったんで、一体何を考えてるんだと言いたいわけですね。ちなみにローソンもあれです。一部の店舗しか取り扱ってないです。うん。やっぱり、サークル系はね、変な、コーヒーフレッシュの、あれをなんか取って、で、なんかこう入れて、機械に挿入して、みたいな感じの形式だったんです。でもやっぱりセブンイレブンは豆をね、直で、作ります。で、引きます。ね。っていうところから言って、やっぱりうまさ的に香りもそうだし、やっぱ引き立てにかなう、あれはないです。うん。あ、でもファミマもそうっぽいね。ファミマもね、上にコーヒー豆があって、みたいな感じっぽいですね。だってこれなんてほら、これ L サイズとかがないわけですよ。でもセブンイレブンは L サイズと通常サイズ、M サイズがあるわけで、そっから考えてもやっぱりしかも100円なわけで、ね。M サイズ100円ですよ。ってことを考えてみても、ちょっとこれもファミマも無理でしょ。これは。個人的にちょっとこれも多分、俺的には売れないと思われますけど。だいたい店舗限定されてるし。ほぼ売ってないですよ。ああ、ほぼ売ってないというか、もう売ってなかった。事実。あ、俺3店行ったんだ、ファミマ。ファミマ3店行ったんですよ。3店舗行ってどれも売ってないんですよ。なんだよって。さすがに。え？って。何それって。都市部しか置いてないのかということですね。なあ、それはちょっときついわ。まあ仮にうまかったとしてもですよ。置いてないんだったらもう、わざわざそこまで買いに行って、なおかつ150円でって、バカだろ。もうちょっとセブンイレブンを見習えと。だいたい全国展開してないっていうことは、逆に考えればまずいということです。逆説的に言えばね。やっぱりセブンイレブンのコーヒーがいかに偉大かですよ。1億杯ですよ。1億杯ですよ。1億杯はひどいって。さすがにすごいぜ。1億杯はすごい。だって、ね、日本人の人口が1億2000万人でしたっけ？もう大半の人飲んだみたいな感じになってる。すごいぜ。やっぱ値段と美味しさの両立ですよ。やはり。うん。
ね。うん。まあ、ローソンの、コーヒーは絶対買わないです。バカかと。ちょっと、切れました。もう、薄い。味が。うん。薄いし、苦くもないし。まあ、あれで飲んだんですけど。ブラックで飲んだんですけど、苦くもない。コクもない。安くもない。ね。この三拍子、逆三拍子が揃った。ゴミくず。ね。コーヒーを誰が飲むんだと。さすがにこれは。ね。ちょっと、ないです。もうちょっとセブンイレブンの飲んで、研究しろと。いかにセブンイレブンのあれがうまいかですよ。あんなに香りが強くて、コクもあって、苦味もあり。三拍子揃ってるじゃん。安い。四拍子も揃ってる。どうなってる？ね。ということで、全く関係ない話をしましたけども、このフロンテラシャドルネは、これは、まずい。酸っぱい。二つ星。酸味がちょっと強すぎる。うん、辛口なのはまあ分かったけど。ちょっとこれはないです。ということで、ご視聴ありがとうございました。